ミスヘルタ単押し速報。緊急ニュース、緊急ニュースをお伝えします。ミスヘルタ襲撃事件に新たな進展がありました。アナイア・レイトギャングが今回の事件の犯行声明を発表、次の行動に移るとのことです。教会はこれを強く非難しており、聖官の神々は世俗を超越した存在、卑小な衆生になど目もくれない、不相の衆だけが各世界に壊滅の恩恵を浴びさせられるのだ。しかしこの恩恵を拒み、不相から逃げようとする臆病者は必ずいる。せいぜい逃げるがいい。どこへ逃げようと、いずれ破滅は訪れる。これは宣戦布告であり予告状だな。君たちは狙われているらしい。レギオンの余波が静まる前に、今度はアナイアレイトギャングの登場か。この宇宙ステーションは知恵よりも壊滅の運命と縁があるようだ。冥加大公アフリートはすでに滅びた星トフェトで生まれた生命体です。常に燃えているエンマ一族でナヌークを皇帝とみなし主と呼んでいますが、アイオーンからは見向きもされていません。哀れな狂人たちだ。いわゆるアナイアレイトギャングにナヌークが見出す価値は、恋に花瓶を割ろうとする幼児にすら遠く及ばないかもしれない。この原始博士の評価を僕は支持する。エンマ一族は凶暴な性格で、燃焼と破壊の本能がある。その中でもアフリートは特に邪悪で残酷だ。彼が率いる映画艦艇は、同じアナイアレイトギャングのヤペラー・ブラザーフットとも宿敵関係にあるくらいだからな。ヤペラー・ブラザーフット、その名前どこかで聞いたことがあるような。おそらく性格ハンターの指名手配書でしょう。彼らはブラザーフットの崩壊を招いたヤペラー反逆事件に関与しているとされていますから。ヤペラー宮殿が炎に巻かれて崩れ落ちた後、アフリートの勢力は日に日に拡大していった。これがただの偶然だと思うか？それと同じことが宇宙ステーションでも起きようとしている。エンマである彼にとって人体の自然発火などお手の物だ。スタッフや人形の失踪も計画の一部だろう。そしてその後は、その動画はすぐに宇宙ステーション中に広まる。見ているがいい。ほどなくしてヘルタは炎の海に沈む。信頼の破壊ですね。おそらく破壊されるのは信頼だけではないだろうな。このまま黙ってやられるのが嫌なら行動するしかない。君、僕についてこい。他に誰がいる？それともその二人をむやみに走り回らせて、宇宙ステーションで事件が起きたと拡散したいのか？それは避けたいわね。私はここに残ってできるだけ情報が広まらないように抑え込むから、その間の調査はあなたたちにお願いするわ。